ろ YouTube イエス時間の鬼申しこと沢茂美です。これまでね、自分の本質とか自由の本質とか頭の良さの本質とか、まあ、未来の予測正解率を向上させるような時間の捉え方っていうのは一体どういうことなのかとか、そういったようなことをいろいろと話してきましたけど、これって結構哲学っぽいなってことで、自分のことを、フィロソフィスト沢茂美というふうにちょっとね言ってみようかななんて思いましたね。これメンタリスト大吾さんみたいな感じで、フィロソフィスト沢茂美みたいなね感じでやっていこうかななんて思ってます。ですね、フィロソフィストっていうのはですね、本当は哲学者っていうのはフィロソファーなんですけれども、ソクラテスの時代にですね、フィロソフィストっていうのとソフィストっていうのがいて、まあソフィストっていうのは知識派。まあ当時ですね、ご飯食べたり、まあ生きていくのに精一杯のそういう時代ですから、そういう哲学とかなんか文学とかですね、そういった世の中どうなってんだろうみたいなのを考えるっていうのは相当な知識階級だったわけですね。だから先生のところに行けば大丈夫ってことで、みんなそういう先生のところに聞きに行ってですね、先生教えてください、知識をお与えくださいって言って、まあそういうふうにね、あちこちにそういう先生がいらっしゃったと、そういう方々のことを、まあ知識派っていうことでですね、ソフィストっていうふうに言ってたんですね。でも、そこでソクラテスが出てきてですね、フィロソフィスト、つまりはまあ反対のソフィスト、言うなれば反知性派、反対派みたいな感じなんですけどね、それのことをフィロソフィストって言って、まあだから今フィロソフィーって言うんですけども、これはですね、知識はもう無限だ、もう何でも知ってるっていうのに対して、私は自分がまだ何も知らないことを知っているっていうのが、まあ無知の知を知っている、つまり有限であるっていうのが、フィロ、反知性派ってことで、フィロソフィスト、無知の知っていうのを知ってるっていう意味で、まあフィロソフィストっていう名前ができたらしいんですけれども、まあ、知らないことを知ってるということでですね、私もそういうフィロソフィストとしてですね、これからやっていこうかなと思ってますけれども、まあじゃあ例えば哲学で言うと、まあ例えばこの世の中にはですね、主観と合意しかないから、この中に客観がないとかですね、まあこの話はまた後しておこうと思いますけれども、まあ例えばですね、あなた知ってますか？あなたはですね、自分以外の人間と話したことがないんですよ。今日も先生と話しましたよ。今日も上司と話しましたよって、それはですね、上司と話してるんじゃないんです。上司と思われる物体が発した音波の音の振動を耳というものが聞いて、その意味を介した自分の脳。自分の脳と話している。例えば、相手がこれってやばいねって言ったら、そのやばいって意味っていうのは、まあ一応文脈とか顔とかを見て、あ、これ大変だなって意味なのか、っていうか判断してますけど、そのやばいって意味が本当はとってもいいって意味かもしれないし、とっても悪いって意味かもしれないけど、それを判断してるのは誰ですか？そうなんです、自分の脳なんです。つまりすべて見たこと聞いたこと味もすべての感覚は全部自分の脳との対話なんですね。脳に向かって何か情報が入ってくることはあったとしても、結局自分は自分の脳以外と一回も話したことがないんです。知ってました？まあ、ただだからね、自分は自分としか話したことがない。この世の中本当に存在するかどうかわかんないんですね。まあ、例えば最近の宇宙論ですと、こっち側を見てるときはこっち側の世界があるけど、反対側を見たときにはこっち側の世界がなくなってるとかね、そういったことがまことしやかに今議論されてるんですけど、まあ、つまり主観と合意しかないと。まあ、この話はまたやっていきましょう。さてですね、まあ、ということでこの YouTube の中では本質について考えていこうと思ってます。本質っていうのは英語で言うとネイチャーですね。つまり大自然、自然、つまりどんな時でも必ず成り立つ、例外がない、これが本質ってことになります。これ例外がいっぱいあるようなね、ことについて考えていくと、それをもとに推論を重ねて議論やいろんな思考を巡らせたところで、待て、例外があるだろうとかって言って分岐がいっぱいできてきちゃってですね、その未来の予測正解率が下がるんですね。だから数学が便利なのは、イコールっていうのは 100% そうなるってことですから、何回推論を繰り返しても必ずそうなるっていうのが言えるのが数学のいいとこなんですね。まあ現代知識においてもそうです。有限の時間の中で何かを答えを出そうと思ったら、その時には推論が 100% 成り立つ、つまり本質について、まあ推論、本質を持って推論をしていくことによって、まあ時間効率化と、そのより高い未来の予測正解率が得られるってことですね。これからね、その他の本質については議論していきましょう。まあ、その際はですね、プライベートサロンがありますので、そちらの方に、皆さんアクセスしてください。で、Facebook の方から、ご連絡いただければと思います。さてさて、ようやく、ここに書いてある政治、権力、権威って書いてますけど、今日はですね、これについてちょっと考えていきたいと思います。人間っていうのは、必ず何かしらのコミュニティに
属してるんですね。まあ一人じゃ生きられないのが人間だって言いますけども、そうするとですね、必ずその中にはまあリーダーとフォロワーみたいなのがいてですね、あの、まあ、政治っていうのが行われるんです。つまり多くの人間を束ねる手法、ちょっとこれについて考えてみたいと思いますが、ということでですね、人々が集まるといろんなことをやりたいな、僕は右に行きたい、僕は左に行きたいっていろんな方向を向いていくんですね。このベクトルを全部足すと、この点がですね、いろんな人ですね、この中で政治を行って、このコミュニティとして何か目的を達成しなきゃいけない、したいなーって思ってるわけですね。まあ、コミュニティを形成する意味っていうのは、一つの目的に対してみんなでアプローチするっていうことですから、でもこれをベクトルを全部足すとゼロになってたりすると。じゃあここで権力と権威っていうのが、この収めるためにはですね、祭りごとを収めるためには必要になってくると。で、権威があるとみんなね、こっち行こうって行くと、あ、そうですなって言って権力で無理やり向かせるわけです。で、権力っていうのは、つまり軍事力だったり銃口だったり褒美だったり罰だったり、つまり人間の心の中にある快と不快の欲求のどちらかに作用するような形でですね、こう持っていくわけですね。そのために法、ノリ、法律とかですね、規則とかマナーとか、あとは教育、そういったものを行って、みんなこっちだよって、そのあるコミュニティの中でですね、やるわけです。ただそれだけだと、じゃあ僕やっぱり反対行くとかですね、あんまりそっち行きたくないんだって、まだバラバラしてますんで、これは権力者側からこうするんですよっていうのと同時に、それに従う、まあ、民というかですね、フォロワーの方から、みんなこっちなんでしょうっていう権力者側からの、力と、自分たちフォロワー側からの力がですね、両方まとまると、みんな同じ方向を向いて進むことができると。この丸三番のような形ですね。まだバラバラしてたのが、それが権威なんですね。権威っていうのは、すなわち、まあ、正当性だったり、歴史だったり、合理性だったり、大義だったり、カリスマ性だったりですね。そういったもの。つまり、権力はリーダーシップ。まあ、言うなればですね。で、権威っていうのは、これも上から与えられるものであるんですけど、結局、フォロワーシップ。下の方からこう従っていこうっていう力なんですね。まあ、軍隊ではこのリーダーシップとフォロワーシップが非常にですね、目的を達成するために重要だって言われてるんですけれども、まあ、それがこの二つに相当すると。つまり、この二つがある政権なり、統治機構なり、まあ、コミュニティなり、オンラインサロンでも何でもいいんですけれども、そういうのはまとまりがいいってことになりますよね。まとまるわけです。これをまとめて、みんなでベクトルを合わせて大きい矢印にしよう。そうすると目的が達成できますよっていうことなんですね。まあ、つまり、まあ、アメリカの場合ですと、この権力はやっぱり大統領にありますし、権威も大統領にあるわけですね。まあ、みんなで選んだ、私が選んだ、オーソリティがある。大義がある。ね。我々で決めたんだ。で、まあ、日本の場合ですと、まあ、権力は、これは内閣とか、三権分立にあるような、司法と国会にこう分散されて権力があるわけですね。じゃあ、権威は誰にあるかというと、日本の場合は天皇陛下に、もう一任されてと、まあ、国会の召集もすべて、法律のね、交付も全部天皇陛下が行う、この権威制。これは歴史が積み重なってきた、自分の親もそれに従ってきた、自分が生まれる何百年も前から、まあ2600年ですかね、前からずっと続いてるとかですね、このご先祖は天照大御神様であるとかですね、まあ最終的に権威は宗教につながってたりもするんですけれども、まあそういう権威性、つまり国民の側からそれをまとまっていこうっていうフォロワーシップとですね、これが両方合わさると、このバラバラだった矢印がですね、一気に大きな矢印になって進んでいくってことなんです。じゃあこれはその瞬間だけを見たらそれでいいんですけど、このコミュニティが永続的に繁栄する、つまりずっと目的に向かって進んでいけるためには、まあ時間軸が必要ですね。時間軸っていうのを考えた時に、公共性というものが入ってきます。これはどういうことかっていうと、やっぱみんなのためになる、つまりこのコミュニティ全員のみんなのためになってるよっていう感覚ですね。これがないとどうなるかっていうと、例えば権力だけがある、権威もある、例えばこれ暴力で押さえつけられたようなそういう組織で、どうしてもその中から出られないと、出られないけど暴力で押さえつけられるから、まあしょうがなくやってると、あいつは力があって強いと、だからしょうがなくそのコミュニティの中で従っているけれども、その場合公共性はありませんよね。だからつまりその権力者側にとっては有益だけれども、つながってる人たちにとっては有益じゃないので、みんなでこっち行こうってなったとしても、まあ次からは続かないわけです。もうこの矢印はですね、どんどんちっちゃくなって、もう空中分解して、やっぱやだって言ってみんな反対側に行ったりしてですね。だから公共性っていうのは何かっていうと、まあ例えばこれは平等性とも違うんですね。つまりじゃあ全員に
1円あげます。だからみんなで行こうっていう。で、1円しか生産できないような、そういう政治を行ったとします。遅延かって思ってみんな行くんですけれども、いやいや、待て、こっちのコミュニティでは、80% の人に1万円あげるよと。で、残りの 20% の人はちょっとゼロかもしれないよって言ったら、ゼロの人はちょっとまあ喜ばないかもしれないですけど、社会全体としては、ものすごいプラスになってるわけですね。つまり、こっちに行くぞっていうのが明確になって、みんなでそっちに進んでいけると。まあ当然お金とかはそれ回りますんで、80% の人が儲ければ、その中でまた流通も行いますし、その最終的には、みんなが栄える。つまりこれは公共性がありますよね。公共性。公っていうのは、ここにいる人たちみんなって意味です。だから社会全体として、ものすごい進むって、これで目的は達成できるぞ。我が国は、経済大国になるぞって言って、まあ多くの人がそうならないとしても、その一部の人がそうなって、その利益が享受して、国と全体としてそれが成り立っていれば公共性はあるって言えるんです。つまり、これは、民主主義か独裁国家かっていうのは関係ないんですね。つまり、これは成果なんです。公共性っていうのは、その成果を自分ごととできるかどうか。つまり、その成果の判定なんですね。その成果の判定が良ければ、よし、このコミュニティでさらに力を出すぞってみんななるわけなので、力がどんどん出していきます。この矢印が大きくなっていくわけですね。それがコミュニティに属してコミュニティを運営していくことのメリットなわけです。昔はその他国との戦いで生き残るとかそういうのがコミュニティの意義でしたけど、今だったら自分がこれがいいなって思ってる価値観がこう醸成されたり、みんなでそれに向かっていくようなコミュニティ、そういったものが、まあ例えばオンラインサロンとか、まあローカルの文化のこうサークルだったりとか、そういったコミュニティの中で、こっちの矢印の方にみんなで行くんだって言って同意が得られるわけですね。権力、権威、公共性が良い政治を行っていく上では、まあ、大切ですし、その政治、コミュニティがどんどん躍進して成功していくためには重要な要素になってるんですが、軍隊で大切だって言われているものは、実は、規律、団結、士気っていうのがあるんですね。これはまさしく、多くの人間がですね、これ、このつぶつぶがこう、書く人間だとするとですね、規律があると、みんなこっちだよって、ああ、そうなのかってこうなるわけですね。じゃあこっち行こうか。そうですよね。軍隊とか、僕はそんなことやりたくないなんて言ってたら勝てませんからね。で、こういった時に団結があると、じゃあこれの力をみんなでまとめて一本の大きなものにするんだって言って、みんなでまとまってその行動が取れるようになっていくわけですね。で、この士気が高いと、一人一人の矢印がすっごいでっかくなっていくわけですね。まあ、ちっちゃい矢印よりもでっかい矢印の方が強いですから、そうすると、総和としてものすごい大きな矢印となって目的が達成できる。だから規律団結式っていうのは、これ軍隊で非常に重要だって言われてるんです。で、まあ、ここでですね、この権威っていうところをもう一回考え直してみると、権威って一体何なのかっていうと、さっきカリスマ性だとか大義だとか、まあ、歴史だとか正当性だとか、そういったものが自分からその組織に従って、政治に自ら従ってこう、自らこの矢印に入っていこうっていう、まあ、団結なんかを呼び起こしたりする要素なんですけど、これらの全ての共通点って何だかわかりますか？この共通点っていうのはですね、実は自由なんです。自由、前回勉強しましたね。これ分からないですよね。分からないのでちょっと説明しますけれども、自由っていうのは何でしたか？自分の中に理由がある状態。つまり、これをやろうかな、つまり同意が得られてる状態ですよね。自分の中に理由がある。つまり、共通点がある。例えば、いや、これは大切なことなんですって誰かが言ったとしても、いや、僕、それ大切じゃないしって思ったら、それに従うときは自由じゃないですよね。不自由になりますよね。でも、それが共通で、僕はこれは大切だと思う。私も大切だと思う。じゃあやろうってなりますよね。つまり、これは自分の理由、自分の中にある理由で行動に起こすので、自由な行為ですよね。この自由とマッチしてるんです。例えば、正当性があるっていうのは多くの人にとってそれに同意しやすいですよね。で、歴史が積み重なってる、そうなの、こっちを従おうかなという、これもまた自分の中にある、知識体系とマッチするのでいいですね。合理性があるっていうのも、確かにねって言って自分の考えとマッチしますよね。で、大義があるっていうのも、まあ、そういう教育を受けてそれが大義っていう風になってるわけですから、従おうかなっていう風になりますし、カリスマ性っていうのはそれは僕は好きだ。だからついていく。つまり自分の価値観と全て合ってるってことなんですね。全てその人の価値観に合うような、理由付け、それを権威。それができれば団結できるっていう、そういう共通点があるんですね。いやー、どうですか？面白くないですか？
まあ、こういうふうにですね、政治っていうふうにちょっと一つくくりましたけど、要はコミュニティですね。人間に不可欠なコミュニティに関して、いろいろこう本質的な行動原理とか、なんで人はそこで動いてやってんのかなっていうのを考察したときに、まあ、一つこういうような説明ができるということで、ぜひ覚えててください。覚え方ですか？覚え方はですね、まあ、政治はですね、ポリティクスだから P って言うじゃないですか。ね。で、権力はパワーなので、これも P なんですね。パワーの P。ポリティクス P。で、権威はオーソリティだから A なんですね。んで、公共性はまあ、パブリックネイチャーとかっていうんで、これも P なんですね。この覚え方はですね。PPAP。PPAP。ペンパイナポーアポペン。PPAP。いやー、ピコ太郎先生、どうも申し訳ありませんでした。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。イエス！ピーピーエピ？ちょっと失敗したね。もう一回やろうか。